どうも皆さん、こんにちは。今夜、大型台風が関東を直撃するらしいですね。皆さん、くれぐれもふざけて外に出たりしないよう、お気をつけください。ちなみに、私、くしけいすけ、台風がやってきている時に、ふざけて外に出たら、カツラをぶっ飛ばされて、カツラを追いかける羽目になったことがあります。くらくらチャンネルのー、けいすけ実況のー、けいすけです。ブーということで、今、ツイッターとかニュースとかの方でね、もう本当にやばい台風がね、直撃するらしいんでね、皆さん本当に気をつけてくださいね。本当にね、もう、自分もね、さっき言ったように、カツラぶっ飛ばされて、雨風の中、もう暴風雨の中、カツラをね、追いかけ回すっていうね、そんな悲惨な目に遭ったことありますんでね、いや、本当ふざけて外に出るっていうのはね、やめた方がいいんだなってね、身に染みました。で、そのね、私、ケイスケに何をお送りするかと言いますとね、この間、8月の予選の世界大会ですね、8月予選、ウェルプレイチャンネルの方で、ね、実況解説やったんですけれども、ね、やっぱりね、配置の、環境ですね、現環境で配置がね、結構進化してまして、で、その配置がね、面白かった配置に、ちょっとね、自分ね、パクって、手を加えたんですけれども、はい、こちらの、配置ですね、はい、なんか、パッと見、わかります?ちゃんと区切ってない区画とかがいっぱいあって、で、ルーツとかね、こう作っちゃってるっていうような、そんなね、配置がね、めちゃくちゃ多かったんですよ。で、ね、壁を見るでやってみると、はい、こんな感じで迷路型的な、そんな感じの配置がね、非常に多くて、あとダミー壁系の配置が多くて、結構ね、アロー型、その配置は作ってないんだけど、結構ね、アロー型っぽい配置とかもね、めちゃくちゃ多かったんですよね。これはね、ちょっと自分の自作のアロー型配置なんですけど、でもアロー型っぽい、配置がね、めちゃくちゃ多かったな。今までだったら、そうだね、例えばなんですけれども、どの配置がいいかな、例を、出すと、あ、こういう風にね、島型的な配置、こういうね、島型的な配置ね、こういう風に、孤立させてる区画があるっていうね、配置とか流行ってたりとか、あとはね、タウンホールが結構外側に、最近のトレンドはね、外側に置いといて、で、こう、なんだろう、で、防衛援軍とかでね、相手をね、はめたりっていうね、そういう配置がね、多かったんですよ。はい、こういう感じの配置。ただね、こういったね、配置だとね、今ね、ラバールやホグがめちゃくちゃ強くて、で、例えばロックボーマーとかで、ね、この区画とか削ったとしますよね。そうしたら、ホグとかラバールとかが L 字型にするとすごい回しやすいんですよ。L 字型のルートが作りやすくなって、で、普通に全開取られてしまうっていうのがね、今までの予選だったんですが、それの対策のために8月の予選はね、結構ダミー壁的な配置とか、あとはね、迷路っぽいルートをね、作ってるっていう配置がね、結構多かったんですよ。まあね、これトラップとかの位置は結構適当ですよ。適当に置いたんですけれども、テスラの位置も適当に置いたんですが、これもね、まあ一応、タウンホールは外側に置いといて、こう簡単に落とせそうに見えて、防衛援軍とかね、結構すぐ出てきちゃって落としにくかったりしてるっていうのが最近トレンドで、で、あとはね、ホグやラバル、強いので、こう、なんだ、なんて言っていいんだろう。防衛制度ごちゃごちゃ置くことによって、ラバリやホグライダーがこう広がってしまうような、そんなね、配置がね、めちゃくちゃ多かったので、今回はですね、ちょっと8月の予選の、こちらの配置の防衛とかね、振り返っていきたいなと思います。はい。じゃあね、早速ね、見ていきましょう。はい。先ほどお見せした、迷路型の配置。ね、これ。やっぱりね、ペッカボーラ編成とかもね、非常に流行ってんで、ちょっとね、入りをね、どういう風にこう、攻めのイメージを沸かせないようにしていくみたいな、そんな感じで作ったんでしょうね。で、やっぱりね、こういうなんかヘンテコの配置、あとね、後でお見せするけど、ダミー壁的な、一列に壁をね、外に並べてるような配置とかもね、いろいろ出てきたりとかしてて、タウンホール10とかでは結構ね、流行ってたような、そんな配置がね、今後タウンホール12でもよく見られるようになるのかなっていった、そんな感じです。なのでね、今までみたいに綺麗に整えられたような、そんな配置はね、もう多分ね、大体結構減ってくるんじゃねえかなって、そんな風に予想してます。で、今回はですね、チンシューっていうね、中華の、めちゃくちゃ強いクラン、もうほんとすごいですね、前回バンバン取ってたんですけども、そのね、チンシュー相手にね、こう、なんだろう、前回取らせない、守っていくような、そんな感じに、防衛していきました。そうですね、アチャクイがいい感じにルートの中に入ってって、ちょっとね、防衛援軍のラバハンド出てきてしまったんですけれども、チンシューはね、このね、ライトニングドラゴン入れたラバル編成をね、非常にめちゃくちゃ対応してて、で、まあ、ババキンやアチャクイでね、前の施設をカットしていきつつ、で、アチャクイですね、に対してライトニングドラゴンとロックボーマーを当てていくような、そんな攻め方をね、やってました。
で、ただね、これね、エアスイカ結構吹かれてるんで、あの、ライトニングドラゴンがね、そこまで仕事しなかったかな、どうだったかな。結構、あ、でも結構仕事してんな。結構仕事してるけど、でも、ここでね、エアスに捕まってしまって、ライトニングドラゴンがどん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 、落とされてしまうと。で、まあ、ただね、仕事量的にはね、あのね、多分、中央のエアスイとかもね、狙ってたと思うぞ。狙ってたんですけれども、ライトニングドラゴンね、エアスイに吹かれてた影響がここで全部落とされてしまいます。イーグル砲もおそらく見てたでしょうね。見てたんですけれども、まあ、しっかりと対策していたがためにと、ね、落とされてしまうと。で、ラバルパー展開していくんですが、エアスイーパーが、イーグル砲が残ってしまってるおかげで、ここからラバルが伸びない的な、そんな感じですね。なので、やっぱり、ね、こういった配置だと、ペッカボーラーでちょっと、あんまりユニットがどんな風に動くかっていうのが、予測がね、ちょっと難しかったりするので、なのでね、こういう風に、空でね、行ったんだと思います。いやー、なのでね、非常に嫌ですよね。こういった配置がね、今後、で、流行ってきたらね、ほんと攻めのイメージがわかんないんで。あのね、今までね、もう数年前の話になるんですが、自分がタウンホール9の時に、今までマルチ人的な配置がね、やっぱね、多かったんですよ。タウンホール9の時。で、しかも9の難易度全然高かった時ですよ。で、ね、前回対策配置。もう星には取られてもいいから、前回取られないような奇抜な配置とかがね、出てきた時ね、ほんと攻めのイメージが全然湧かなくて、慣れるまでにね、時間がかかった覚えがありますね。なのでね、今後ね、こういったね、しっかりと整えられてるような配置ではなくて、こう、ごちゃごちゃ、置かれてるような、そんな配置がね、今後流行ってくるかなと思います。で、これもね、82%。まあ、星2の 80% 台の乗ってね、まあ、攻めとしてはいい攻めだったんですが、うまいことでね、前回取らせないような、そんな感じになってますね。やっぱり、予選とかもそうだったんですけど、最近はね、本当にタウンホール外出しで、全然星には取れやすいだろうけれども、ね、ちょっとごちゃごちゃ置いちゃって、前回取りにくいような、そんな配置がね、今後流行ったりとか、あとは初見攻めなので、テスラ、どこに置いてるかわからずに、こう、テスラで食い火をそらすみたいな、そんな配置もね、流行ってるってね、いう話を聞きました。さあ、続いて2本目のリプレイですね。こちら、はい。先ほど言ったダミー壁的な、ね、壁を横一列にこう並べておくっていうね、そんな配置がね、多かったですね、本当に。これもね、ギガテスラ区画ですね。まあ、ギガテスラ外出しにしてるんだけど、ロックボマーとかで落とそうにも、多分エアスイとかで吹かれてしまって、ちょっと嫌ですよね。で、壁もこう囲ってあるんで、ユニットの動きとか推測できなかったりとか、あとは二次方向もね、ちょっと壁が置いてあって、すぐに対空砲、大砲をね、降りにくくさせるみたいな、そんな感じになってます。で、今回ですね、エアスイーパー、イーグル砲のところにあるエアスイーパーが、3時の方に向いてるんですよ。なので、12時区画から、ロックボマーのライトニングドラゴンね、これね、ソウさん入れようとしてるんですけども、これでね、もう完全に誘っておいて、はめるような、誘ってはめるような、そんな配置になってます。なので、12時区画ね、ここから見ていてください。はい、バルーンでトラップ確認からのロックボマー。で、ライトニングドラゴン。もうここまでは順調っすよね。レイジとかかけてしまえば、もうエアスイ、イーグル砲、アチャクイとかも処理できそうな、そんな感じ。ただ、はい、ソラスケルトンが出てきてしまって、これにね、ライトニングドラゴン、ちょっと捕まってしまいます。で、対空トラップとかも置いてあるので、なかなか、はい、ホーミングも置いてあって、ライトニングドラゴン次々と、落としていくんで、これね、確かね、イーグル砲残るんすよね。ギリギリこう残ってしまうようなちょっと仕事量。これ、クローンとか使って、ライトニングドラゴン4体にしていったんですが、全然伸びないですよね。この攻めね、うまくいくと、ライトニングドラゴンパートで、下手すりゃ 50% ぐらい破壊してくれるんですが、しっかりと誘っておいて、対策しているがためにと、全然伸びなかったんですよ。で、イーグル砲も残ってしまったので、こっからね、イーグル砲、もう最優先に壊したい施設なのに、残ってしまったんで、どんどんね、ユニットたちが被弾してしまって、で、そう。これとかもね、今、ギガテスラ区画、もう完全にトルネードトラップ。置いて、ヒーロー単体ではね、落としにくいような、そんな風な、置き方になってます。で、ヘイストとかね、使っていくんだけど、あともう一発ね、ヘイスト残ってるんだけど、でも、イーグル砲のね、範囲、ダメージとかで、結構食らってしまったりとかで、だんだんね、ユニットたち、バルーンが落とされていって、最終的に、最終区画のマルチインフェノタワーで、集まってきたバルーンたちを、とどめさせていくっていう、そんなね、配置も計算された配置ですよね。誘ってはめて、行くっていうね。なので、結構ね、もう、世界選手権の出場を決めた、ユタとか、エレンとかもね、もうこう、誘っておいてはめるような、そんな配置がね、もう、今後、世界選手権めちゃくちゃ多そうだな、っていう、そんな話はしてました。はい、なので、ね、あとはパーセンテージ。まあ、これも星2の 80% 台まで行くんですよ。まあ、うまいんでね、みんなさ、プランも。
しっかり練られてるんで、星2の 80% 台は乗ってくんだけど、ただただやっぱりね、最終区画とかなんかそこら辺の、こう、あんまり進行させないようにしてってはめていくっていう、そんな配置になってました。で、じゃあそしたらね、最後ね、防衛できているディープばっかりではあれなので、最後ですね、どういう風になんかこういう系の配置攻略していったかっていうのもね、気になる人、いると思います。どういった前回が生まれたんだって気になる人いると思いますんで、最後に、前回リプレイの方見ていきましょう。最後はこちらエアフォースの、トロックさん、トロックパリッツさんっていうのかなが、撮ってくれました。ベトナムの方かな、これ国旗的にベトナムじゃない、ベトナム、あ、ちょ、俺国旗とかあんま詳しくないけど、ベトナムじゃないこれ。ベトナムって最近ね、国の法律によってなんかクラクラできなくなったみたいらしいんですけど、どうなんですかね、海外にお住まいなんですかね。さあ、そしたらですね、こちらの、配置もね、なんかちょっと迷路型っぽい通路になってますよね。で、アチャクイがいるね、通路通らす、クイヒ通らせようと思っても、マルチインフィルタワーがヒーラーを横落ちしていくような、そんな配置になっててね、ちょっと嫌ですよね。これも攻めのイメージ湧きにくい。で、今回はですね、クイヒをね、ギガテスラ区画から入れていって、で、ギガテスラとか、相手の防衛援軍、あとはね、相手のアチャクイをね、仕留めていって、で、ホグパートをスタートさせていくような、そんな攻めになってます。バーバリアンキングでね、簡単に、サイドカットをしていきながら、ウォールブレーカーでここをね、壁開けしていくっていう。そんな感じ。あ、そうそうそう。一本目のね、配置みたいな、迷路型のやつだと、ウォールブレーカー出した時、どこに向かうかっていうのが、ちょっと予想しづらいっていうのも、そういうメリットもありますよね。ちょっとウォールブレーカー食い火でね、こう、どんどん入れていって、進行させるようにも、どこに向かうんだろうっていう、そんな感じになってしまうんで、だからね、こう、攻めのイメージが湧きにくくて、攻めにくいっていう感じになってます。で、レイジですね。さあ、2発目を使っていって、ギガテスラ落としていって、防衛援軍のラバハンたちも無事に処理。で、クロスボウとウォーデンの像、火力がめちゃくちゃ高いんで、フリーズ1バックで固めていって、進行させていく。もううまいですね。でも、アチャクイに当たるなっていうところで、イーグル砲も起動したので、ホグパートスタートさせていきました。で、ロックボーマーを、一時から差し込んでいって、で、さっきも言ったようにね、ごちゃごちゃ置くことによって、ホグがね、分散してって、なかなか進行しないような、そんな感じになって、の配置とかを置いて言いましたが、ロックボーマーとかでね、しっかりと、防衛施設とか削ってあげることによって、ルートを狭めていって、で、これ、今回ね、L 字型に綺麗に回していってますよね。で、クイヒーもね、ここで落ちてしまって、ヒーラーがね、こっからね、ホグライダーにスイッチされて、いきます。これ、どこまで計算されてるんだろうって、本当思いましたね。めちゃくちゃ、ヒーラーがスイッチするタイミングを、めちゃくちゃ、良かったですよね。え、スイッチしてるよね。あ、スイッチしてますね。で、ね、ヒールも2発しかなかったんで、もうヒールが足りなくなるんだけど、最終地点で合流させていっての全開で、いや、本当に、うまいっすよね、世界選手権の予選。こういった全開がバシバシ生まれてたんで、ぜひとも皆さん、ウェルプレイドチャンネルの方で、私、ケイスケ実況解説務めてますんでね、ぜひとも興味持った方ね、見てください。あとはね、本国公式チャンネルの方でも、こちらの模様ね、見れますんでね、ぜひともね、参考にしていただけたら幸いかなと思います。クラにタウンホール12の方がね、いるよって方もね、ぜひともおすすめ、してあげてください。はい、ということでね、これからも毎日クラクラ動画投稿していきますので、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録お願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。